はい、こんにちは。言えてない。こんにちは。始まりました。タイトルつけたいね、これね。なんかね、いいのが浮かばないんだけども、まあ、とりあえず、今日もですね、私の好きなものを紹介していきたいと思います。アグレッシブにいくよ、今日も。さあ、じゃあですね、今日は何かっていうと、こちら、でででででん、バン、もう見え見えってか、ハッピーターンでございます。僕はね、食べることが大好きで、趣味は何ですかと言われたら、そう、それは食べることね。じゃあ何食べるんですかって言ったら、ハッピーターンってね、これが好きなんですよ。お菓子も好きなんですが、特にその中でもハッピーターンです。だってみんな見てよ、ターン王子だよ。何ターン王子って。僕はハッピー王国のターン王子、ハッピーパウダーを振りまいてみんなハッピーにしちゃうぞ。だってさ、そうか、わかった、俺はこれを飲めばハッピーになるが、ターン王子の力も借りてもっとハッピーになってみようって、そういうことですよ。じゃあ行ってみたいと思います。くるん、きたー。このわずか何センチかの間に幸せが入っているというのか。そうか、わかった、今からその幸せをお裾分けいただきます。さあ、じゃあですね、このハッピーターンをちょっとぐるぐるっと開けてみますよ。ぐるんってね、ハッピーターンはね、何がいいかって、粉だよね。ハッピーパウダーって言うんだよね。ハッピーパウダー書いてある、書いてある。ハッピーパウダーを振りまいて、ターン王子がくれたハッピーパウダー。さあ、このハッピーパウダーをですね、あ、パウダーキャッチ製法で作られてる。どれぐらいキャッチされてるのか、ちょっと食してみたいと思いますね。ハッピーターン、おぉ、あんまりついてないあれ、パウダーあんまりついてないけど、ハッピーパウダー大丈夫かこれ。うん、ちょっと待って、もう一個いってもね。ハッピーパウダー言うほどついてないぞ。あ、これだ、これだ、きた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 、パウダー来たよ、パウダー。個体差あんのかこれ。ピッパーでターン王子、ターン王子、仕事が荒い、ターン王子、マジかいな。いやー、パウダーキャッチ成功で止まるだよ、おいしさ。確かにこれ1個食べたらもう止まらないね、ハッピーターン。これそもそも幸せが帰ってきますようにっていう意味のハッピーターンね。まさにこの幸せお裾分けですね。素晴らしい。じゃあ試しに、僕の大好きなハッピーターンと僕の大好きなレッドブルと掛け合わせたら一体どうなるんでしょうか。これはちょっと興味あるよね。ちなみに気合を入れすぎて肩がつった。痛いけど頑張る。ハッピーターンをまず一個食します。うん、ナイスパウダー。そしてレッドブルね、これを飲むよ。よっしゃー、だいぶ元気になったよ。こんな感じでハッピー、いや、何がいいって、これってこのなんつうのかな、パウダーも美味しいよ、パウダーも美味しいし味もいいんだけど、なんつうの、このサイズ感がいいんだよ。サイズ感、例えばよくやるのは紙コップとかにこうね、このハッピー、また落ちた周りがもうみんなハッピーターンになってきたよ、周りがね、こういう感じでこうね、紙コップねえし紙コップ持ってくればよかった、ね、こういう感じでこうね、あの立てて置けるんですよね。それをこう一個ずつ取ってハッピーって、あ、これ分かった、これ食べる時にみんなハッピーって言ってから食べればいいんだ。ちょっともっとハッピーになるかもしれない。ハッピーなんない全然なんない全くならない、変わんない。あれっていうか、恥ずかしいだけ。これやめよう、これ危険だね。そうか、ということでちょっと汚くなってきたけど、ハッピーターンは美味しいで、最近はどうやらこのハッピーターンにいろんな味が出てるらしい。僕はね、このね、ノーマルのハッピーターンしか食べたことないんだけど、これ機会があったらぜひね、他のハッピーターンもね、それ試してみたいと思います。ということで、今日はですね、僕の大好きな、このハッピーターン王子が
パウダーをたっぷりかけてくれたハッピーターンをご紹介しました。それではまた。